当日午後6時15分、地方裁判所第3法廷。三雲くん、ここで何を？あ、お兄さん、私も捜査を続けてるんだ。君の探し物だが、すでに。三雲、気にせず、捜査を続けてくれ。うん、わかった。バドウ刑事、あなたが探していたものは見つかったのでは？三雲の気が紛れるなら、何かをしている方がいい。あら、意外に優しいのね。うん。待っていたわよ、ミスルギ君。こちらも待っていた。事件を解決する瞬間をな。ぷ、あははははは。事件を解決する瞬間？糸のこぎり刑事が捕まった時点で、ぷぷ、とっくに解決していたと、ぷくく、思うけどね。あなたの推理が間違っていれば、それは無効になるわ。あら、ギャラリーもいたの？バドーさんまで。ギャラリーですって？俺には、この事件を見届ける義務がある。どんな形になろうともな。ふう、苦労して聞き込みを続けた結果、容疑者がロッカーにいた時間帯の確認の行動、すべて目撃証言が取れたわ。控室から脱出できる通路もなかった。犯人は糸のこぎり刑事よ、間違いなくね。それで終わりか？ええ、これで終わりよ。私の推理もこの事件もね。いや、まだ終わってはいないだろう。裁判では判証があるもの。ここは法廷だ。そのルールにのっとろうではないか。ぷ、あははは、新人さんらしいわね。いいわ、それじゃあ、ちゃんと証言してあげる。私の推理が正しかならば、すでに勝負は決している。あとは、証明するだけだ。真犯人が誰なのかを。カズラ弁護士の推理。銃声がした時間帯の容疑者以外の行動は全て判明したわ。そして全ての現場は捜査し尽くしたでしょう。プププ。結果、脱出できる通路も見つからなかった。疑問の余地はもうないはずよ。犯人は糸のこぎり刑事しかいないわ。ふふ、それじゃあ、いい判証を期待してるわよ。ふ、今、彼女のロジックに付き合う必要はない。まずは相手の手札をすべて場に出させることからだ。追及開始、カズラ弁護士の推理。銃声が致した時間帯の容疑者以外の行動は全て判明。揺さぶります。容疑者、あの刑事の行動も全て判明していると思うが。あははははみつるぎくん、それは冗談かしら。冗談などで言ったつもりはない。
さっき裁判長に聞いたんだけど、廊下で一条さんの娘さんとどら焼き食べてたってね。その通りだ。でもそれって本当の銃声が聞こえた時から20分も前なのよ。それ以降の行動は誰一人証明できる人がいないわ。むう、しっかりと情報を集めているな。まずは彼女の持つ情報をすべてこの場に引き出してみるか。そしてすべての現場は捜査し尽くしたでしょう。揺さぶります。捜査し尽くされているかを決めるのは私の仕事だ。ふふふ、あはははは、また眉間にしわ寄せちゃって。でもそうは言っても犯行現場の第二控え室、あそこへつながっているのは糸の小切刑事がいた廊下しかないわ。そこにいたっていうのだから、あの刑事以外事件を起こせない。窓から中庭へということも考えられると思うが。ふふふふ、あはははははは、そんなところ一番最初に調べるに決まってるじゃない。警察だって暇じゃないのよ。考えられるすべての現場を調べた。そうよね、バドさん。ああ、第二控室から窓を使って外へ出た形跡は一切ない。中庭にも人の歩いた形跡など一つもなかった。確かに事件に関わりそうな場所は全て調べられているな。脱出できる通路も見つからなかった。揺さぶります。本当になかったと言い切れるだろうか。言い切れるわね。それは一体なぜだろうか。ここは裁判所、犯罪者が裁かれるところなのよ。そんな通路なんてあったらみんな逃げてしまうわ。常識的に考えてもわかることよ。ふっ、あはははは、ミツルギレイジ、当たり前でしょ。ぐは、疑問の余地はもうない。犯人は糸のこぎり刑事しかいない。揺さぶります。私にとっては今回の事件、疑問が山のように残っているが、一条検事に拳銃を握らせた人物が誰かも分かっていないのだ。あはははは、はそれは三剣くんだけじゃない。糸のこぎり刑事が一条さんの利き腕を知らなかったんでしょうね。知り合いと言っても他人の利き腕なんて興味ないでしょう。少なくとも私は興味ないわ。あは、ふ、こんな安っぽい挑発に乗る私ではない。ふむ、こんなところか。切り札はすでに手元にある。あとは追い詰めるだけだ。だが、その前に、今回の証言に気になったことを確認しておくか。先ほど、容疑者以外の行動は判明していると言っていたが、私とメイはあなたに証言した記憶はないのだが、目撃者がいたのよ。ミツルギ君の場合はお師匠様ね。なるほど。ちなみにそちらのお嬢さんなら、ぷくく、休廷中にやってきて廊下の入り口でぷぷ、警官に止められちゃって。警官に止められたんだ。無理やりそれを振り切ったと聞いているわ。
私はカルナ5の娘。警官など実力行使で黙らせたわ。そういえばメイは、私が検事代行すると知ってここに来たのだったな。ところでカズラ弁護士、井戸の小切刑事が警備に着く前の時間帯はどうなのだろうか。ん？その時間帯の関係者のアリバイは調べていないのだろうか。ふふ、バカにしているのかしら。たとえどのタイミングで部屋に潜んでいたとしても、銃声がしてから第一控室に行った私と馬道さんが現場に駆けつけるまでの間、犯行を行えたのは井戸の小切刑事だけだった。あなたと馬道刑事が銃声を聞いたタイミングならば、確かに犯行が行えるのは糸の小切刑事だけだ。しかしもし犯行が銃声の際に行われたものでなかったとしたら、あの銃声は犯行時刻を説明が足りないわね、三剣くん。第一控室で聞いた銃声、何と誤解させたというの？ここでだよ。犯行ビデオ、これを突きつけてやろう。そのビデオはめっちゃ化粧してる。そう、今回の審理で検察側から提出されたばかりの犯行ビデオだ。これは第二控室のビデオデッキに入っていたのだ。大音量のテレビから銃声の音が聞こえるようセットされてな。まさか私たちが聞いたのはビデオの銃声だったというの？そう、実際の犯行はあなた方が銃声を聞いたもっと前に行われていたのだ。そうとしか考えられんな。真犯人は犯行を行った後、一条検事のバッグからこのビデオを取り出し、テレビの音量を大きくしてビデオを再生しておいたのだろう。最初からビデオを再生すると約30分後に銃声が鳴り響く。この方法を使って犯行時刻を操作できる以上、糸の小切刑事以外の人物にも犯行は可能になるのだ。テレビから鳴る音なんてたかが知れてるわ。もちろん検事の三剣君とカルマのお嬢さんなら、そのくらいのこと最初から知っているわよね。もちろんよ。そうでしょ、レイジ。もちろん知っている。防音性に優れているとな。さっきまで知らなかったとは言えないがな。そうよ、簡単に他の部屋の音なんて聞こえない。だけどはっきりと銃声が聞こえたわ。で？な、で済む話じゃないわ。ふ、済む話なのだよ。防音性に優れた控え室で銃声が聞こえた理由を示す。選択します。ドアが開いていた、窓が開いていた、壁に穴が開いていた。どれでも聞こえるけどね。窓が開いていた、これを選択します。第一控室と第二控室、一つの共通点が存在する。共に空調設備が整っているというのに窓が開いていたのだ。
第二控室の窓は犯人が開けたと見て間違いないだろう。だが、第一控室の窓も開いていたのだ。あはは。そんなの偶然開いてただけじゃないの？ふ、それが偶然ではないのだよ。なぜ第一控室の窓が開いていたのか？それは、ある人物が起こした行動がきっかけとなったのだ。そしてその人物こそが、この事件の真犯人だ。この事件の真犯人は、私の答えを示そう。もうここまで来たらわかるよね。選択をするぜよ。桂卑弥呼、あなたですよ。この人を突きつけます。桂弁護士、あなたを一条検事、マカリ被告殺害の容疑者として起訴する。私が犯人ですって？口紅しくってる。本当なの、レイジ。一体なぜ？ああ、なぜ彼女は殺人を犯したのか。その理由はわからない。だが、彼女しか考えられないのだ。どうだろう、カズラ弁護士。これでもまだ笑っていられるかな？ふふふ。もちろんよ、ミツルギくん。まだ余裕のようだな。まさかこんなことになるとは思ってもいなかったけどね。楽しいわ、とっても。じゃあ、今度はこちらが反証する番ね。桂弁護士の反証。窓が開いていたからって、私が開けた証拠があるのかしら。それに、犯行にビデオが使われた証拠もね。それで人を犯人扱いするなんて、呆れちゃうわね。あなたの推理は、穴だらけということよ。ここからが本番だ。一瞬でも気を抜けば隙を突かれる。カルマの完璧な立証。それが試される時だ。追及開始、カズラ弁護士の反証。窓が開いていたからって私が開けた証拠でもあるのかしら、揺さぶります。証拠か。あ、そんなもの。指紋を調べればすぐにわかる。ふ、調べてみたらいいわ。やけに余裕な態度だな。ということは、引き取ったか何かしらの手段で別の人物に開けさせたかだ。窓を開けさせた理由か。ふ、簡単なロジックだ。突きつけてやろうではないか、あの証拠品を。プププ、どうしたの？またまた眉間にしわ寄せて。それより指紋は調べなくていいのかしら。いや、よしておこう。あら、そうなんだ。じゃあ証言を続けるわね。犯行にビデオが使われた証拠もね。揺さぶります。それは先ほど証明したはずだが。確かにあなたはあのビデオが現場にあったことを証明したわ。でもそれだけじゃ犯行に使われたかどうかはわからない。残念だが、カズラ弁護士、その件については犯行ビデオが現場にあったことが重要なのだよ。どういうこと？ふ、あのビデオが存在したということは、すなわち、
犯行時刻を勘違いさせることができたという可能性を示している。その可能性があるだけで全てのアリバイや目撃情報は無駄となる。つまり事件の関係者全員の行動を洗い直す必要が出るのだ。犯行に使われたかどうかはその後に改めて見直せばよい。くでもそれは結局使われたことを証明できないということでしょう。それで人を犯人扱いするなんて呆れちゃうわね。揺さぶります。呆れられても結構。これが私のやり方だ。珍しく笑わないのね。飽きちゃった。呆れられても結構。さっさと続きの証言をしたまえ。あは、じゃあ言わせてもらうわね。あなたの推理は穴だらけ。揺さぶります。穴だらけ？ふ、確かにそうかもしれない。あら、認めるのね。今のところは、という意味でだ。それは負け惜しみで受け取ればいいのかしら。あはははは。どんなに穴だらけであろうとも、一つ一つ穴を埋めていけば、真実にたどり着くことができる。それは詭弁ね。その穴が埋まる前につまずかないようにね。あはははははは。レイジ、ちゃんと覚えているでしょうね。なぜ第一控室の窓が開いていたか。ああ、もちろん覚えている。窓を開けた理由、それを示す証拠品を突きつけるのだ。では一周したので突きつけます。一番最初のここね、突きつけます。開けた理由、これね、カズラの香水、これを突きつけます。これに見覚えがあるはずだ、カズラ弁護士。あは、三剣くんってそういう香水をつけるの？男の子にはあまりおすすめしないわよ。な、これは私のものではない。そうよ、この香水は私が手に入れたもの。バドー刑事からね。カズラ弁護士、とぼけるのはそれくらいにしていただこう。これはあなたがバドー刑事にあげたものだ。クフ、あはははは、すぐ熱くなるんだから。で、その香水が何か。第一控室にいた時、あなたはこの香水を派手にこぼした。バドー刑事がそう証言してくれている。ふふ、そう、知っていたのね。香水をこぼしたとなれば、当然窓を開けようとするはず。それこそ偶然だと言えるわ。私が窓を開けた後は、ずっと第一控室の窓は開いていたのよ。その時、たまたま銃声が聞こえただけかもしれないわ。香水をこぼすタイミングは自ら調整ができる。今回の犯行において重要なのは、銃声を聞かせるタイミングだ。しかも、それは自分のアリバイがあるときに聞かせないと意味がない。まさか。カズラ弁護士、あなたは、糸のこぎり刑事を連れて、廊下に現れたバドー刑事を、控室に呼び出したそうだな。
すべての行動を狙って行われたのは、カズラ弁護士、あなたしかいない。ふふふ。香水をこぼしただけで、犯人扱いとはね。ただし、これだけは言えるわ。私は、一条さんを殺すことはできないの。その理由、証言していただこう。ふふふふふ。そうね、もう十分楽しんだわ。そろそろ飽きてきちゃった。これで終わりにしましょう。このくだらない事件を。一条を殺せない理由。香水をこぼしたってだけで、犯人扱いは乱暴じゃないかしら。カルマケンジのお弟子、弟子だけあって、捏造はお得意みたいね。でも、私が一条さんを殺すことは不可能よ。だって一条さんを殺したナイフが、どこにあったか知らないもの。レイジ、この証言隙がないわ。ああ、だが、どんな手を使っても逃しはしない。情報が足りないならば、私が引き出してみせる。追及開始、一条を殺せない理由。香水をこぼしただけで犯人扱いは乱暴だと、揺さぶります。それについては、先ほど証明した通りだ。香水をこぼしたことは認めるわ。でも、それだけ。偶然こぼしたからって犯人扱いなんて。名誉毀損で訴えられても文句は言わないでね。あは。好きにするがいい。私は確信している。確信？あなたが今回の事件の真犯人であるということをな。ふふふふ、やけに張り切ってるわね。やっぱり。カルマ検事の弟子だけあって捏造はお得意みたい。煽ってきてるね。揺さぶります。先生のことを批判するのはやめていただこう。そうよ、名誉毀損で訴えるわよ。目には目を。あは、私は真実を言ったまで。まあ、たわいもない噂だけど。火のないところに煙は立たないだろうけど、ね。なんだと？この、言わせておけば。落ち着け、小娘。挑発に。乗るな。くっ。あら、残念。ふふふ。じゃあ、証言を続けるわよ。私が一条さんを殺すことは不可能よ。揺さぶります。なぜ不可能なのだろうか。あは、それをこれから証言しようとしているのよ。せっかちな男はププ。モテないわよ、みつるぎくん。な、そんなこと、今は関係ないだろう。あはは、照れてるのかしら？ぐむー。そこの弁護士、ふざけてないでさっさと証言を続けなさい。レイジ、あなたがぼさっとしているなら、私も容赦しないわ。うむ、すまない。カズラ弁護士、続けてくれたまえ。いいわ。私が一条さんを殺すのは不可能なのよ。
一条さんを殺したナイフがどこにあったか知らないもの。揺さぶります。このまま逃げられるわけにはいかない。彼女が一条健二を殺したのならば、凶器のナイフの存在を知っていたということになる。いいや、カズラ弁護士、あなたは知らないかもしれないが、凶器のナイフは一条健二のバッグに入っていたのだよ。レイジ、あなた一体どういうつもり？ふ、本当の証言を引き出すための作戦だ。へえ、さっきの公判中にはナイフなんて出てこなかったけど。それはそうだろう。一条健二がまだ使っていなかった証拠品だからな。あはははは。そう、そういうつもりなの。嘘を言うのはやめなさい。あなたの考えは分かっているわ。一条さんのバッグにはナイフなんて入っていなかった。彼が用意していた証拠品はヤタガラスが送ってきた鍵よ。鍵がナイフにでもならない限り、私に犯行は不可能よね。ふふ、私をはめようとしたわね。ふ、そんなつもりはない。私の勘違いだったのだろう。カズラ弁護士、今の証言も加えていただけないだろうか。ええ、いいわよ。何度でも言ってあげるわ。バッグに入っていたのは鍵よ。そんなものでは人を殺せないわ。揺さぶります。カズラ弁護士、今一度確認させていただきたい。何かしら、糸のこぎり刑事の今後についてとか。その件については問題ない。彼は犯人ではないのだからな。ぷ、眉間のしわまた増えちゃったみたいね。あはははははは。それよりカズラ弁護士、バッグに入っていたものだが、ヤタガラスの鍵で間違いないだろうか。ふふ、ええ、そうよ。だからナイフなんてどこから出てきたのかもわからないわね。やっと完璧な勝利への道が見えたな。ついに正体を現したな、カズラ弁護士。レイジ、この証言。ああ、分かっている。あとはあの証拠品を突きつけるだけだ。だが、あ、なんだ？何か嫌な予感がする。